どうも皆さんこんこにちはチャックバスです今私はですね東京恵比寿駅のそばの恵比寿ガーデンプレイスっていうね商業施設の前に来ておりますで今ですねこの恵比寿ガーデンプレイスということで、まあ、こんな感じでね商業施設がね広がっているわけなんですけどもここはね JR 恵比寿駅からですね徒歩5分ぐらいですかね、あのー 歩く歩道とかも整備されておりまして駅から、ねまあ、そこを辿ってくればです、ね、この恵比寿ガーデンプレイスという場所に、ねえー、来ることができます。で本日はです、ね、こちらの恵比寿ガーデンプレイスの、ね、後ろにあるちょっと、ね、映ってないな <laughs> ちょっと映ってない。 映ってるかないや映ってないですねまあこのね恵比寿ガーデンプレイスっていうのがここにありましてこの後ろにですねウェスティン東京ホテルですねあるんですねということで本日はウェスティン東京ホテルですね一泊ねお世話になろうと思いましてこちらまでね きましたで今日はですね2021年の12月31日ということで今日はね大晦日なんですよね。そうで明日は元旦ということで私自身ですねこの大晦日をホテルで過ごすっていうのをねしたことがなくてですね今回ね奥様と息子がですね実家に帰省するということでこれはねいいチャンスだということで今回ね このウェスティン東京までやってまいりましたということでホテルでですね元旦って何かサービスがあるのかっていう部分を、ね、ちょっと気になっておりますしまたねホテル自体もね元旦バージョンになるかなというふうに思いますので、まあ、そちらもね皆さんにお見せできればなと思っておりますで私自身はですねこのウェスティン東京ホテルですねえー、っと結構前なんですよね泊まったらもう23年前にね1回 s p g アメックスね発行して間もないぐらいの時にね宿泊したことがあるんですけども、まあ、それ以来ということで その時はね YouTube ねやってたんですけども何かでね動画上げなかったんですよねえ。データが壊れてたか音声が取れてなかったか、まあ、どれかだったと思うんですけども私のね YouTube 上ではですねこのウェスティンホテルね、まあ、今回初めてということで、まあ、プラチナステータス特典もね一緒に紹介ねできればなと思っております。でちょっとね あの思ったよりね早く着いてしまってまだね1時半過ぎぐらいなんですよね、もうそろそろ2時になるぐらいということで、一応ね、チェックインはね15時からっていう風になっておりますので、もしかしたらですねチェックイン、まだねできないかもしれないんですけども、まあ、ウェスティンホテル東京にはですねエグゼクティブクラブラウンジもねありますので、まあ、ちょっとねそちらで待ってからねチェックインでもいいかなという風に思いまして、ホテルの方ね行きたいと思います。 けどもまあ、このオブジェぐらいっていう感じでここね結構クリスマスとかねすごいんですよね、はい、ニュースとかにもね見たことある,ある方ねいらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、もしよければですねあのこのウェスティンホテルね来られる方はですね夜ねここ見に来てもねいいのではないのかなと思います普段の時期はね多分何もないと思うんですけどもクリスマスとかねそういうイベントごとの時はね結構綺麗かなというふうに思いますのでこちらもねぜひ行ってみていただければなと思いますということでホテルね行きたいと思います でではですね無事ねチェックインすることができましたまだね3時過ぎてないのにアーリーチェックインさせていただいてありがたい限りですね今回は1620号室ですね行きたいと思いますそれでは中に入ってきましたどうでしょうかどうでしょうかこんな感じになっておりますいや結構広いんじゃないでしょうか今回ですねデラックスルームっていう客室をね 押さ、えー、えたんですけども、今回ねアップグレードいただきまして、クラブレベルのエグゼクティブキングルームですね、アップグレードしていただきました。いやありがたいですね。ですね、ベッドがかなり大きいのと、多分ねこの右側にあるね、このソファーが多分ねこれエグゼクティブキングルームだとねあるんだと思います。 はい、写真だとね、この通常のキングルームだとね、このソファーエリアがなかった感じだったんですよね。はいということで、ちょっと1つずつね、見ていきましょうか。まずね、えー、ベッドの隣ですね、こちら、化粧台がありますね。これは珍しいですね。こんな感じでね、化粧台があります。で、化粧台には、こんな感じでライトがつけれるようになっていて、えー、下の方にですね、AC のね、コンセントとティッシュがあります。 で引き出しは何も入ってないですけども引き出しがねありますよいしょこれは女性の方かなりありがたいんじゃないでしょうかでこちらですね、えー、ベッドサイドには鏡とライトでここにねグッドモーニングこれはインルームのブレックファーストのメニューみたいですねはいで下の方によいしょこちらに引き出しが あります何も入ってないですねいやーでもベッドかなり大きいですね入るかな結構さっき下がって入った感じなんではいこんな感じになっておりますいやちょっと映りきらないあギリギリ入りましたかねはいでベッドの反対側には、えー、鏡とランプですねでこちらにですね USB と AC のコンセントですね つつずつありますねこれはいいですねでこちらに電気のボタンですね。あとアラームとかもねできるみたいです。でこちらねウエスティンといえばはいこちらですね。これねなんかよく眠れる香り的な、ね、やつみたいです。はい、これはねハワイとかでもねありました。ウエスティンは毎回あるんですかね。でこちらには聖書と非常灯とかね入っております。でこちらですねソファーエリア。 いやいいですね。やっぱソファーエリアいいですねあるとありがたいですね。で上にね絵がかかっておりましてもう一個ねルームランプがあります。でソファーエリアの前にはですねテーブルが、ね、ありましてガラス製のテーブルがあります。ですのでまあここでちょっとねゆっくりしたりお酒飲んだりできますね。では景色はどうなんでしょうか。ちょっとねカーテンを開けましたどうでしょうか これはエビスガーーデンプレイスビューですね、はい、先ほどねあの冒頭の、ね、オープニングを撮ってた場所がちょうどあの真ん中の方に、ね、ある照明の右側の、ね、ツールら辺で撮ってたんですけどもエビスガーデンプレイスがねね綺麗に見えます、ね、逆にここクリスマス終わったら結構イルミネーションが見に行かなくても楽しめちゃうぐらい綺麗になりそうですね。で正面見るとね結構山とかもね見えるんで。 いいんじゃないでしょうか。結構綺麗です。一応ね。東京タワーがね。見える客室もこのホテルにはね。あるそうなんですけども。もまあ、残念ながらね。私の客室からちょっと見えないですね。で、左側にもですね。あの建物がありますんで、左側の景観はちょっと見えないですけどもまあ、正面側はね。結構綺麗に見えるんじゃないですかね。この三井ガーデンプレイスのね。ビルが結構あのドカンと入ってくる感じですけども悪くはないんじゃないでしょうか？ はい、こんな感じになっておりますで反対側のこちら側にはですね仕事がしやすそうなねデスクがありますねいやいいですね私もねあのがっつり仕事ここでしようかなと思ってたんでちょうどいいですねで机の方にはですねアルコールシート等々も置いてありますねあと電話とメモ帳あとライトとコンセントですねコンセントもね3つありますねさすがにここまであれば結構いいんじゃないでしょうかはいっていう感じですね であとここら辺はハウスキーピングの説明だったりね、えー、書いてありますでこちら側にはですねテレビがありますこれは何インチぐらいですかね4050インチぐらいですかねはいちょっと今横向いちゃってますけどはいこんな感じですソニーのテレビですねこれねあれなんですよこういった感じであの回転できるね台の上に置いてある感じでこれはいいですねちょっとどこまで行くんだろう あでも結構行くのかな,なんか壊れそうで怖いけど大丈夫なのかなうんあのソファーとかでもね傾ければ見えるかもしれないですねで下の方には、えー、これは DVD プレイヤーへえー、DVD プレイヤーが置いてあるんですねであと中にはこちらはパジャマですかねよいしょはいこんな感じでパジャマですかねこれはあれですかねセパレートタイプではなさそうな パジャマが入っておりますで、あとは殻ですかね。よいしょ。あと金庫が一番下に入っております。で、こちらにね、荷物を置ける台がありまして、ちょっとこのビールはね、あとで説明しますね。で、こちらはね、コーヒーマシンですね。お水は2つ無料ですね。で、こちらはネスプレッソの配備があります。あと、紅茶とかもね、ありますね。で、ネスプレッソのマシンとケトル。 っていう感じです。でこちらはミニバーですね。こちらすべて有料になっております。こちら多分ね値段表が多分書いてあるんだと思います。まあ、お酒はね、えー、入ってますね。何、え、何、ー？一瞬、えー、待って何これ？何これ、えー？どういうこと？え閉、ー、まんないこれ。何これな、えー？ぶつかってるよ。そういうこと？でこちらに何だこれ？金庫二つ目。 金庫もう1個ありますね。なんでだろう。うんまあ、もう一つね。金庫が入ってます。これはびっくりですね。で、こちらが氷入れる機械でこちらは冷蔵庫ですかね。よいしょはい。たっぷり入ってます。まあ、こちらはね有料という風になりますけどもまあ、ビールからねジュースコーラとかお水とかもね。入っております。ここら辺のお水はね。有料になりますんでね。こちらは注意してください。この上に置いてあるね。色蓮だけ。 無料でいただけるといはいで次こちらがえクローゼットですね1つのえバスローブがかかっておりますねでそれ以外にはちょっと私のコートかかってますけどもアイロンとコートでこちら側にランドリーバッグですね入っておりますで下の方にはですねスリッパあとこれはシュークリームかなよいしょ 駐車員やってるみたいですねおそらく無料でやってくれるのではないでしょうかえスニーカーも磨いてくれるんですかねさすがに無理かな革靴、まあ、だけですかねよいしょそれでは次にですねバスルームですいやーいいですね結構高級感がありますねでこちらがアメニティです ウェスティンということでこちらのブランドですね、はい、こちらでね統一されておりますでそれ以外のものはこちらですかねはいボディスポンジからシャワーキャップとかね紙ゴムとかねで下に歯ブラシが入ってますでドライヤーはねこちらです小泉のヒュージっていうドライヤーですねちょっとこちらは小泉っていう会社なんか聞いたことありますけどもなかなかこの ホテルのドライヤーでこれがあるって言うのはなかなか見ないですね。でですね。その下には体重計がありますね。あと、ゴミ箱ですね。置いてあります。で、タオル類がこちらと拡大鏡もね。こちらにせこちらにね。ありますね。で、バスタオル等々はね。こちらにセットされていて、3本3本ありますね。で、こちらまずバスタブ行きましょうか？ はいこんなな感じになってますまあまあの広さですかねうんすごい広いっていうわけではなさそうですけどもはいちょっと後でね入ってみたいと思いますでこっち側にお手洗いとあシャワーブースが独立してるんですねこれはいいですねはいこんな感じになっております固定式と可動式、まあ、2つあってね利用することができてアメニティもねこちらにもう一個ね セットされておりますで。お手洗いがあれなんですね。お手洗いにドアがないんで、まあ、こ,の客この部屋自体がお手洗いみたいな感じなんですね鍵がかかるようになっておりますねではちょっとお風呂場入ってみましょうかお風呂場入ってみましたまあすごい狭いわけでもないですしすごい広いっていうわけでもないですかね、うん、ちょっと足が届いてしまうぐらいですねちょっと 故障でもすっぽりつければ届かないです、ね、はい私 17567cm ぐらいあるんでどうでしょうかねうんまあ肩までつかろうってなるとこういう感じになりますかねこんな感じになりますよいしょこんな感じですかねということで今回ですねウェスティンホテル東京ね 一泊お世話になりますで今回ですね大晦日でね利用させていただくということで12月31日っていうねお話をさせていただいたと思うんですけどもえっとね今回に今回の動画に限ってはですねちょっとね通常のホテル営業とねこの年末年始ということで違うみたいなんですよね。ですのでちょっとね今後レストランのところね利用先違うかなというふうに思いますのでこの点はねご注意ください。でで今回ですね あのウェスティンホテル東京ねプラチナステータス特典としてこの客室のアップグレードですねまたねハーリーチェックイン、えー、利用させていただいてあすのね出発なんですけどもちょっとねあのホテルね移動したいなっていうふうに思っておりましてえっとね14時までねレートチェックアウトねちょっとお願いしたかったんですけども、えー、レートチェックアウトね利用することができましたちょっとね難しそうな感じな雰囲気だったんですけども、えー、無事ね、えー、利用させていただけるということでレートチェックアウトですね14時までね利用させて いただきますであとですねこのホテルにはエグゼクティブクラブラウンジがねありますのでラウンジもね利用することができてまたね朝食も利用することができます。で朝食会場に関してはですねラウンジもしくはビクターズっていうねこちら多分最上階だったと思うんですけどもそちらのレストランでね朝食いただけるということで、まあ、ホテルの、ね、方からするとこのビクターズがねおすすめっていうお話でした。ということなんでまあ明日ねあのビクターズでね朝食ねいただきたいなと 思いますでラウンジに関してなんですけども、えー、と時間帯によってね、まあ、ティータイムが、えー、と何時もやったかな、えー、4時までか4時までティータイムで、ね、利用することができてで4時半からですね8時までの間、えー、カクテルタイムということで利用することができるんですけども、えーとね、3分制っていうふうになっておりまして、えー、4時半から5時半5時45分から6時45分。 7時から8時ということでこの時間帯でですね入れ替えみたいな感じで利用することができるっていった形になりますちょっとねこの三部制の時間帯とかねこの三部制がねいつ導入されているのかっていうのはですねまあ、日によってね変わるかなという風うに思いますのであのこの動画見られていく時にはね違うかなっていう風うに思いますのでこの点はね覚えておいてくださいまあこういった感じですかねまあこのウェスティンホテル東京はですねランジュもね利用することができますし朝食もね 利用すするることがでできるっていう,ふうになりますんでやはりねプラチナ以上のねステータス保有されている方で、まあ、ステータス得点をね十分使いたいっていう方はね結構いいのかなっていうふうに思います。またですね、えー、ウェルカムギフトとして1,000ポイントマイオットモンンですね。 もしくは東京クラフトビールっていうね東京のビールがねいただけるということで、まあ、私の動画ではですねあの昔はねポイントばっかりもらってたんですけどもせっかくねレビュー出しているのであのウェルカムギフトはねギフトをいただこうということで今回ね東京クラフトビール、はい、いただきましたこちらはね東京クラフトビールっていうふうになりますでこれね東京ホワイトっていう、えー、ビールみたいですねフルーーティーな香りとドライで シャーープな飲み口のセゾンビールってて書いてあります、ねまあちょっとどういう意味か分かんないですけどまあこちらねビールがいただけるとでこれがねえっ、ー、と2つねいただけるということでこちらね「東京ブロンド」っていうもう1個ねまた違うビールが頂けております。ということなんであの1000ポイントもしくはこのビールっていった形ですね。それと一緒に、ね、こういった なんだっけおつまみもね一緒にいただけるっていうふうになりますんで、まあ、1,000ポイントねあの選んでいただくかこのビール2本っていう感じですね、まあ、私ビール1本ぐらいかなと思ったんですけど2本いただけるんだったらまあ1,000ポイント、うんまあ、ホテルの客室で、ね、いただけますんでねこれも悪くないのかなというふうに思いましたっていう感じですかね、まあ、それ以外にですねレストラン等々のねあの営業時間はねあの記載あるんですけども、まあ、これはね多分 今ね、こういう時期なのでちょっと今後ねあの紹介したところでねまた変更あるかなっていうふうに思いますのでここら辺ね、まあ、紹介するのはねあの割愛しようかなっていうふうに思います。ということで今ですねちょうど今3時ぐらいになったかな。 はい、今ねちょうど3時ぐらいになりましたので、まあ、せっかくね、まあ、ラウンジもね利用することができるというふうになっておりまして今ねティータイムということで、まあ、軽くね見に行ってこようかなというふうに思います。でラウンジ自体もですね、えー、3部制でカクテルタイムが4時半ということでまあ多分ねこの3部制でもねこの時間が一番空いてるんじゃないかっていうねあのホテルの方のお話でしたので撮影もねできたらしたいなというふうに思ってますんで、まあ、カクテルタイムもね あの一番早い時間帯にね行きたいなというふうに思ってますんでどうしようかな今行ってまあ今ちゃちゃっと行ってまた4時半ぐらいに行きましょうかね。はいということでウェスティンホテル東京ですね1泊ねお世話になります。どううでしょうかねねホテル自体はねすごい 新しい感じはねしないんですけども結構ね入り口から高級感がね漂うホテルっていう風になりますんでまあねこのエグゼキティブフロアのねアップグレードねかなりありがたいですよね。ということでラウンジね行ってきましょうがね。はい、早速ねティータイムのねラウンジどんな感じなのかねちょっと見ていきたいなと思います。ということで客室にね帰ってまいりました。 えー、ティータイムとね。カクテルタイムのね。時間帯がかなりね。近かったので行って帰ってきて行って帰ってきてっていう感じでしたので、まあ、一緒にね。解説させていただこうかなと思うんですけれども、えー、まずね。ティータイムの方はえー、簡易的なね。ケーキセットがいただけるって言った形になります。味はね、非常に美味しかったですね。こんな感じでね。利用できるんですね。2、3年前に来た時はね。このティーセットみたいなの。なかった。 気がすするんですけどもちょっとね記憶が曖昧なので何とも言えない部分であるんですけども今はですねこういった感じで利用することができます。で カクテルタイムを、ね、利用してきまして飲み物としてはですね、ソフトドリンク等々はですね、ティータイムの時と一緒で利用することができてそれにプラスしてですね、お酒ですねあったのはですね、白ワインとスパークリングワインあとビールっていう形になっておりまして、まあ、それ以外の、ね、アルコールは提供ありませんので、まあ、あのカクテルとかね、あとはまあウイスキーとかね あとと日本酒とかね、まあ、そういったものが利用したい方はですねちょっとね楽しむことができませんのでまあビールとね スパークリングワインとワインがねあればまあほとんどの方ねまあいいんじゃないかなと思うんですけども一応ねウイスキー等々のですねあの他のお酒はねあのありませんのでこの点はね注意しておいた方がいいかなと思いますでまたですねオードブルということでこちらもねあのプレートでね提供いただきましてこちらね非常に美味しかったですねまあ、ちょっとねあの今日大みそなので特別サービスで巻き寿司とか稲荷寿司とかね入ってたのかもしれないんですけども いや味はね本当に美味しかったですねちょっとね私昼ご飯が結構遅めで、えー、いただいてホテル来てであのティータイムのケーキをいただいて今ねカクテルタイムの食事をねいただいてしまったのでかなりお腹いっぱいになりました何度かね食べきれて良かったです 味はね本当に美味しかったのでとてもね大満足でしたねで今ねえー、っと6時前ぐらいだと思うんですけどもまあ今日ね大晦日ということでまあホテルでねゆっくりしつつまあねあの大晦日ぐらいね仕事しなくてもいいんじゃないかなっていう話なんですけどもまああのせっかくねホテル来ておりますので、まあ、楽しみつつですね、まあ、仕事はねある程度しつつ、えー、ゆっくりしたいなと思いますということで時刻はですね 12月31日、今12時11時56分ですね。あと4分ほどで2021年終わります。せっかくね、大みそかに宿泊しに来ておりますので、このままね、新年、迎えたいと思います。で、こちらね、東京ホワイト、はい、こちら、ウェルカムドリンクあ、ウェルカムギフトでもらったビールですねはいいいいたただきたいと思いますせっかくなんでね。 開けていきまあていしょちょっとピントが合ってるか微妙なラインなんですが合ってるかな大丈夫そうですね、はい、ということでいただきましょうフルーティーな香りとドライでシャープな飲み口ということで いただきたいと思います。クラフトビールって言うんですね。はい。いただきます。あ、美味しい、非常に飲みやすいですね。うん、ちょっとね、苦めな感じもするんですけども、非常に美味しいですね。あれなのかな、ニューヨークのブルックリンラガーとかにね、ちょっと似てるような気も。しますね。 とということで今ね23時58分ということであと2分でね2021年終わりますいやー今年はなんだかんだね全然ねあのニューヨークね行けると思ってなかったんですけどまあ結局ねニューヨークも行くことができていや非常に良かったですね2年ぶりのニューヨークね非常に楽しかったですねまたニューヨークのね街を見れてね本当に良かったですね2022年はいけますかね もうちょっとなんかハードルが下がってほしいですねうん本当にねお金がね余計にかかる感じがして本当に大変ですよねまあでもねニューヨークに行くことはできましたんで2022年ねまたどこか行きたいですねということで本当に23時59分になりましたねはいあと1分で2022年になりますねもう刻一刻と2021年が 終わって2022年になりましたはいということで2022年になりました皆さん明けましておめでとうございますいやー皆さん2022年になりましたね今年もね私まあ、ちょっとこの動画ねいつ出てるかわかんないんですけどもまあ,あの2021年に行ったニューヨークで、えー、マイル使い切っておりますので2022年ねまた改めてですねポイント貯めてマイルね 貯めていきたいなと思います。まあ今のところですね。ステータス修行はね。考えてないんですよね。まあ、あの2020。まあね。2022年のね。まあ、ステータス。まあ今のところね。情報が全然出てないんですよね。まあ、ana はとりあえずステータス延長ね、まあ、発表しておりますけども。 まあその後のね下駄履きとかね、まあ、マリオットもヒルトンもねあの今のところ発表されておりませんので、まあ、ヒルトンはねもうステータス延長発表して、まあ、マリオットもねステータス延長発表したので、まあ、今年ねあるかどうかとかねまだ全然分かんないんですけどもまだね、まあ、1月になってね間もないですので、まあ、今後ねちょっと様子を見ながらですね、まあ、やっていこうかなっていう感じですかね、まあ、ひとまずね。 えー、マリオットのプラチナステータスとヒルトンのダイヤモンドはね維持しておきたいなというふうに思っておりますんでマイペースにに <laughs> やっってていいいきたいなという,ふうに思っておりますまあねチャンスがあったらね JAL の JGG 収容ねやりたいんですけどもまあ私の動画でね何回も言っている通り私はねできればステータス収容はねまあ去年ね a a 国内でやりましたけどもやっぱり海外でやりたいですかねできればね。うーん,ですんで、まあ もしね海外路線が乗れるようになればねちょっと本格的に考えたいなっていうふうに思ってるんですけどもまあ国内ではね多分やらないかなっていう感じですかね。ということで2022年に、ね、なりましたのでまた改めてね皆さん私の当チャンネルね、えー、よろしくお願いいたします。もうちょっとでねねチャンネル登録する、ね 1>, 1万人達成できますので、まあ、マイペースでありますけどもね頑張っていきたいなというふうに思っておりますのでぜひね今年もよろしくお願いいたします。ということで明日ね、えー、朝7時からだったかなはいビクターズっていうねレストランで朝食ねいただけますのでそれにね、えー、行きたいというふうに思います。ということで本日の方はですねもうね、えー、日付も変わって2022年になりましたので。 はい、ちょっとこのお酒をね飲みつつ本日の方をね休みたいなと思います。ということでまた明日です。 6時38分でございますこの後ね7時から、えー、朝食えっとね「ビクターズ」っていうね、えー、22階の朝食会場で朝食がねサービスあるということで、えー、今回はねこちらでいきたいと思います。 思います一応ねクラブラウンジも、えー、7時からね朝食やっているっていうふうになりますんでまあ、ここはねお好みかなというふうに思うんですけどもまあ本来ねこのビクターズっていうのは今しまってるらしいんですよね。まあ、昔やってたと思うんですけどもまたねプラチナステータスのね特典とかで利用することができたんですけども今はしまってるみたいですね。まあ今回あの元旦だから特別に あのオープンしますみたいなことをねあのホテルの方が言ってたので、まあ、おそらくね、えー、特別にね開いている、まあ、開けるみたいなね、まあ、そういった感じでサービスされているようですですのでね、まあ、今後、あのー、来られた方はねもしかしたらこのビクターズっていうところはやってないかもしれないですね。はいということで2022年のね1月1日、えー、朝今ねちょうど外はね もうちょっと、ね、日の出っていった形になるんですけどもちょっと残念ながらですね私の客室からはですねあの日の出はねあの眺めることができないっていうふうになっておりましてはい残念ながらあの明るくはねなってきてるんですけどちょっと日の出はね見れない客室っていうふうになっております。ということで新規一点ね2022年1月になりましたのでまたね張り切って動画ねやっていきたいと思います。 とということで、あとね15分ぐらいしたらですねこのビクターですね22階にあるということですので行きたいと思いますどうなんですかね元旦まあ私の予想ねそんなに7時からねこれ朝食開始なんですけどおそらくそんなにね混み合ってないと思うんですけどもどうなんですかね私ね初めてこの大み日にねホテルステイあのしたんですけどもいや非常にいいですねはい。でね。 あのゆっくり過ごすことができますんで皆さんも是非ね体験してみてほしいなと思いました初めて来ましたけどもねやっぱりいいですね、はい、ですねでまあこんだけねあの大みそかゆっくりしてホテルで、まあ、過ごすとですねまあ,あの、まあ、ホテルにねいるということであの結構お酒も飲まれる方もね多いかなっていうふうに思いますので。 ホテルの朝朝食とかかあんまり困ららそうですよね朝1からこれもねまあ私の予想ね8時とか9時とかねそこら辺が一番混み合うんじゃないかなというふうに思っておりまして朝一はそこまでじゃないかなというふうに思うんですよね。ということであともう10分15分で、ね、7時になりますんではい朝食会場ね行きたいと思います。 それでは客室に、ね、戻ってまいりました注文できるのはですねメインのね食事から選んでいただくのとあとはねブッフェ形式っていう風になっておりましたね。でブッフェの方はですねサーモンとか生ハムあとフルーツサラダヨーグルトといった形であとシリアルとかもありましたねあととフルーーツジュースとかもね。 えー、ありまして、えー、そんな感じですかね種類はねそこまで多くないんですけども、まあ、ブッフェもねね一緒にっていう感じです、ね、でメイン料理に関してはメインメニューの紙がね配られましてそこからね選んでいただくっていう形になりますでこのメイン料理もですね特にね個数の制限みたいなのはなくて、まあ、好きなものをね好きなだけ利用できるということで、まあ、あの朝からねがっつり食べたい方もですね利用することが できますでですね私はステーキの方にしたんですけどもステーキめちゃくちゃ美味しかったですね。はいということですんで、まあ、このねビクターズねちょっと今後ねどんな感じの営業になっていくかねちょっとわからない部分はあるわけなんですけどももしねビクターズの、ね、朝食ありましたらですね是非ねこのステーキね試してみていただければなと思います。っていう感じですかね。込み合い的にはですね本当にに時ジャストに行った時はですね。 かなり空いていて今帰る時にはですね、まあ、数人並んでた程度なんでまあ早い時間帯にね行っていただければそこまでね待たずに利用できるんではないのかなと思います。で今ですね7時半過ぎということで本日ね14時までねレートチェックアウト、えー、利用させていただけますので、えー、ゆっくりね客室の方にねしていきたいなと思います。 それではですね、今ね、午後1時過ぎましたので、そろそろね、パッキングしてチェックアウトね、していきたいなと思います。今回ですね、ウェスティンホテル東京ですね、一泊ね、お世話になりましたけれども、いやちょっとね、申し訳ないことにですね、あの、今回ね、 大晦日からら、ね、元旦の宿泊で、まあ、どういったサービスが、ね、受けられるのかっていうのを、ね、ちょっと検証したくて、まあ、ホテルね宿泊しに来たんですけども、まあ、普通の、ね、ホテルレビューになってしまって申し訳ない限りですね特にねこのウェスティンホテルではサービスがないっていうよりかはですね 朝食なんですけども私ねレストランのビクターズっていうところで朝食ね利用したんですよねこのねビクターズっていう朝食会場ではまあ、普通のね洋食のね朝食がいただけるっていう風になっておりましてまあ、ホテルの方はねお勧すすめということでこちらで、ね、選択させていただいたんですけどもエグゼクティブクラブラウンジでもね朝食利用することができたんですよねでこちらだとですねミニおせちみたいなのが振る舞われたらしいんですよねでこれはですねちょっと たまたまですね、今日本日こんな時期にねツイッター、Twitter、のお友達で宿泊される方いらっしゃいましてラウンジだとこれでしたよみたいな感じで教えていただきまして。 マジかっていう感じだったんですけどもラウンジではねこのミニオフセチっていうのが振る舞われたということでお正月気分をね味わいたい方はですねこのラウンジでね食事された方がねいいのかなというふうに思いましたちょっとねチェックインの時にねあのビクターズの朝食はねおすすめっていうふうに頂い,いておりましてその ラウンジでね、おせちが出るみたいな話もま聞いておりませんでしたので、まあ普通にビクターでね、あのチョイスさせていただいたわけなんですけども、いやー知っていればね、ちょっとね、おせちの方ね、見たかったですよね。申し訳ない限りです。あの、もしね、あの許可を得ればね、ちょっと写真だけね、出させていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ今後ね、あの 大味噌がね宿泊される方ですねミニおせちにはなるわけなんですけども味わいたい方はですねあのビクターズの朝食ではなくてですねクラブラウンジでね朝食利用していただければなと思いますまたですねあの朝食付きのプランでありますよねマリオットにはでこのホテルはですね えー、朝食付きのプラランンだと1階、ね、レストランがあるんですよね、まあ、そっちをね案内してるっていう風になりますんでこのラウンジで利用できるもしくはビクターズのね朝食に関してはプラチナステータス以上のねステータス保有されている方はそっちに案内してるみたいなねそういった感じでチェックインの際にお伺いしましたのでこの点はね覚えておいていただきたいなという風に思いました。でで今回ですねねマリオットボンボイののプラチナスステータス以上の、ね 特典ととしてはです、ね、アアリチチェックインとレイトチェッッククイインレトトウ今回12 14時までで、ね、利用することができましたまたね朝食エグゼクティブクラブラウンジ利用することができましたのでかなりねマリオットボムのねプラチナステータスのね特典としてはかなり利用することができましたまたねこの客室ですねエグゼクティブルームの客室ねアップグレードしていただいておりますのでマリオットボムのねプラチナステータスねかなり有効に使えたのではないのかなというふうに思いました。 という感じですかね、はいまあ、今回ね、えー、このホテルはね22階建てだったかな今回ね16階ということでまあまあねあの高層階の方にねあの利用させていただきましたので景色もね結構綺麗に見ることができて個人的にはねかなり大満足の滞在っていう風に なりましたあとあれですね忘れてました「ウェルカムギフト」ですねあの先方犬とかビールかっていうので私はねビールをチョイスさせていただきましたのでビール2本ね利用することができましたねプラチナステータスの特典としてはこんなもんでしょうかかなりねあの利用できたんじゃないのかなというふうに思いますのでいい滞在ではなかったのかなというふうに思います。 ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。私のチャンネルですね、マリオトボンボンホテルだったり、ヒルトンホテル、またね、月額制宿泊サービスのハフを使ってですね、ホテルと思って宿泊レビューね出しておりますので、もしよければですね、またね、ご覧いただければなと思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。